凍らしたお米がこんな風にサランラップが抜けなくなってしまいましたよ。まあ、チャーハン作ります。よいしょ。サランラップ抜けないともう切っちゃう。でもサランラップ食いたくねえよな、胃に絶対残っちゃうね。なんだよサランラップは何なのよ、もう本当にバカ、本当のバカ。なんかラップだけさ、このラップの部分だけさ、やばいよな。なんでサランラップだけこんななっちゃったのよ。あ、抜けた抜けた抜けたよ。絶対ダメだよ絶対ダメだね。やっぱさ、コーヒーだとちょっとやっぱりくどいね。油引く前に入れようかったな。飯に油分を含んで最悪のことになってる。ご飯の解凍ってやっぱ難しいよね。解凍しないといけないね。いや
つ全部3万やな。やっぱ自然解凍じゃないのかな。こういう強制解凍は絶対美味しくなくなっちゃう。なんだよ。なんだよ。いいじゃん。いやーもういろいろ失敗したらもう絶対お米を炊いて、これ30分とかかかるよな。じゃあいやいや、たまにやっぱダメだな、ちょっと下手くそになったな。
アリエールチャーハンみたいな。だよ、すごいことになっちゃってる。やっぱレタスとか水分はちょっとダメだね。いやちょっとめんどくさい箸も。難しいよね。うまそうっちゃうまそうなんだよ。なんだよ。水分多すぎたな。チャーハンの適切な作り方は難しいな。
ちゃうね。パラパラ食べたかったな。やっぱり水分ね。すげえことになってる。ちょっとすごいな。なんでこんなベタベタすんの？なんで？ベタすん量多かったかな。すごいよ。やっぱり米が多いね、単純に。よいしょ。もうチャーハンつんな。やっぱチャーハンは力技やな。なんだよ。いやもうこのべちゃべちゃのりのクソチャーハンはなんでこのべちゃべちゃすんのかな。ベタすか。なんだよもう本当に嫌やな今回の。なんか失敗やな。
なんちゅうこう、なんちゅう粘っこい米やねん、やっぱ。やっぱ解凍した米使うとこうなっちゃうんだな。やめよう。いや、そうだろうな。そりゃそうだよな、水分出ちゃう。30分以上かかってんじゃん。できましたよ、チャーハン。いただきます。いただきます。どうですかね。じゃあ、まあ、ちょっと食ってうまかったけど、さすがに、まあ、チャーハンだからね。うん、うん、うまい。やっぱり水分ちょっと多めやな。でもまあ全然うまい。はい、いただきます。